おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、令和2年2020年の3月9日月曜日、南国市、違う、あ、やめとこうおはようございます。本日も快晴でございます。おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。というところでですね、というところだよね。ここ南国市、おはようございます。おはようございます。いらっしゃい。カプチョエ、ペイトラキャンピング。おはようございます。おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。まあ、演説文句今、まあ、こうやってやりながらいろいろ考えてたんですけれども、ありがとうございます。おはようございます。ね、まあ若い人がね、どんどん、元気に働けて、ね、どんどん出会いがあって、あれれと思ったら、月10日。ね、あれあれ、困った困った。おはようございます。保育園増やさないかん。おはようございます。小学校を増やさないかん。おはようございます。というね、工夫をみんなでやっていかないかんのですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。経済優先ってね、まあ、日本、おはようございます。日本政府やってますですけどね、経済というのはね、お金を儲けましょうよ、たくさん儲けましょうよという仕組みなんでね、おはようございます。おはようございます。勝手にそんなことは、おはようございます。おはようございます。まあ、ほっとけばそうなるんでね、そっちはほっとったらええんですね。で、お金にならんけどやらないかんことというのをやっぱり我々取り組んでいくべきというか。おはようございます。おはようございます。ボランティアにね、頼るんじゃなくてちゃんとね、おはようございます。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 やっぱりやっていく必要があると思っております。まあ、具体的な政策についてはね、今しゃべりませんですけれども、おはようございます。おはようございます。おはようございます。なんとかしたい、なんとかしていきたいぜというところで、おはようございます。おはようございます。おはようございます。高知県南国市より NHK をぶっ壊す。いい天気です。